この事故は先月1日、愛知県春日市のリニア中央新幹線西予甲区の本線トンネル内で吹き付けたコンクリートが剥がれ落ち、40代の男性作業員が肋骨を折るなどの大けがをしたものです。事故について JR 東海は先週、吹き付けたコンクリートが厚すぎたことや、作業員が立ち入り禁止の区域に入って作業を行ったことが原因とする報告書を 愛知県の大村知事に提出しました JR 東海は再発防止策として危険区域での作業手順を見直し現場での安全対策の周知徹底が完了したと判断して今日午前から工事を再開しました今回の工事中断について JR 東海は工期全体への影響はないと話しています